元陸軍中将でトランプ政権の元国家安全保障顧問のマイケル・フリン将軍はこのほど陳情書を推進しトランプ大統領に臨時改言令を宣言し2020年の大統領選の全国再選を軍に監督させるようと呼びかけていますこの請願書はオハイオ州に拠点を置く非営利団体 We thePeopleConvention が12月1日に発表したものでした 請願書の中で議員、裁判所、国会が憲法を守らない場合、改憲法を発布して新たな選挙を行い、私たちの票を守ることで内戦の勃発を防ぐようと大統領に呼びかけました。請願書には歴史的にエイブラハム・リンカーン大統領は南北戦争の間、アメリカを救うために非凡な行政行動を取ったことがあり、国会と裁判所が憲法第12条修正案を 遵守できるかかどうか選挙を守れるかどうかの疑惑から私たちはトランプ大統領がリンカーン氏のように特別な権限を行使し限定的な戒厳令による憲法の一時停止を宣言することを呼びかける軍事統制により国民の本当の意思を反映した全国投票を行う投票は連邦候補者のみに限定されるものとする選挙は紙の投票用紙を採用し コンピュータを使用せず両党が直接投票を見て登録された有権者のみが投票し投票者に対して有権者の身分検査を行うものとすると書かれています不倫将軍は2016年に民主党が捏造したロシアゲートの偽造事件で罠にはめられた最初の役人でありトランプ氏は今年の感謝祭前に不倫の面積命令を出していました